ベトナムのコルサ・ミリケット、ミーアン・リアン・コーダウ・サーテ、鶏とエビのサテ味、揚げ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は細く、断面が正方形でエッジは明確です。強感はなく、澱粉が混ぜてあるのか、粘りと固めの弾力感があり、ゴムのような食感です。スープはごく普通のチキン味で、黒胡椒の刺激があります。パッケージにエビの絵が書いてありますが、エビの味は分かりません。サテ味とも書いてありますが、焼き鳥風でもないし、ピーナッツの香りもしません。この製品の一番の見どころは、他の国では見たことがない紙でできたパッケージです。内側には樹脂のフィルムが貼られています。